さて、準備しましょうか。とりあえず魔法を買いに行こう、魔法を。で、次は火のクリスタルということで、お、そっか、時空魔法買えるんだ。グラビティ、もう買えるもんは全部買っちゃってくださいね。この辺絶対いるんで。ヘッドファイラー、ブリザラー、サンダラー、ポイズン。そう、今までね、このファイヤー、ブリザード、サンダーだったんだけど、そのちょっと強くなったバージョン、ファイラー、ブリザラー、サンダラがここで初めて手に入ります。お金がなくてもね、ブリザラは絶対買ってから行きましょう。火のクリスタルなので、ブリザラ、氷魔法が弱点になります。で、ケアルラと、レイズと、コンフュート。いい感じだね。うわ、もう金だいぶ減ったね。魔法マジで高いからな。で、武器、武器。武器の値段確か上がったはずも。ほら、武器や防具を作るのにクリスタルの力を使えなくなったので、店では値上げをしたと。そう、最初の一個の理由ね、これが。うわー、ミスリルハンマーバリ高くなってる。え、これさ、280円ぐらいじゃなかったっけ？確か。バリ上がってんじゃん。氷のロット買っとく？ってか、一個あんのか。一個あるんだったらいいや。防具が、ミスリルシールと、シールドあんのか。じゃあ一個買っとこうか。羽根付き帽子。羽根付き帽子、ミスリルアーマー。あー、買っとくか、一応2個だけ。で、ミスリルアーマーも買っとく。お金あるからね。銅の胸あって。いや、ミスリルアーマーのはいいでしょ。よかったよかった。シルクのローブ、ミスリルのコテ。銀の、あー、銀の腕輪かー。1個買っとくか。まあ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 、こんなもんでいいでしょう。で、最強装備をしましょう。ミスリルソードとミスリルアーマーになったね。いや、この子は、素手でいいです、あなたは。今確か文句のアビリティつけてなかったっけ？つけてた気がするんだよな。あ、炎のロットになるんだ。あー、炎のロットじゃない方がいいよな。普通にダガー。うん、ダガーでいいや。で、オッケーか？ジョブはこのままでいいから、うん、行きましょうか、これで。ちょっと寝てから行こうね。体力なかったよね、確か。ガラフ。ないね、ないね。じゃあ、ちょっと止まってから行きましょう。ちょっと値段上がったのかな ?20 ギル。それでも安い、まだ全然。あ、そうだ。アイテムも買っていこう。まだお金に余裕があるからね。ポーション。一応買っとくか、ポーションね。あったら便利。あったら全然便利。まだ1万ちょっとあるし。毒消し目薬、乙女のキス、おー、フェニックス、一応フェニックス2個ぐらい追加しとこう。テントはいい。オッケーオッケー。準備万端かな？これで火力戦行くか。シードが待ってるぞ。とりあえずセーブ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 。セーブ大事セーブ大事。上書き上書き。はい。行くぞーい。おー、いいね。かっこいい。アレンジされてるな。かっけー。ここの BGM を。待っておったぞ。はい。やはり、この船のエンジンが火のクリスタルの力を吸い取ってるようじゃ。エンジンが？そうじゃ。早くエンジンを止めないと火のクリスタルは砕け散ってしまう。言ってくれるか？いや、お前こんのかい。こいや。はい、じゃあ行こうか。めっちゃ引っ張っていくじゃん、お前。ここから中に入ることができる。だが気をつけろ。中に魔物が入り込んでおる。
頼んだぞ。なんで船の中に魔物入ってんだよ、そもそも。なんで入られた？どういうこと？てか、この船広すぎちゃう？毎回思うんだけどさ、この船広すぎだろ、どう考えても。え？これ、どこにどう繋がってたっけ？お、世界地図だ。ここなんもないよな。全然覚えてないけど。待ってよ、待ってよ。ここなんもないな。オッケーオッケー。おー、機関室。はい、マップを全く覚えてない。どうしよう。難しいんだよな、マジで。マジでね、ここのマップはね、覚えづらい。毎回思うけど、しかも、あ、そうだ、守りか、クールラッソ。フラッシュ使ってくるやつじゃん、最後の一匹になったら。素でバチコリ強いな、やっぱり。文句はやっぱ強いね。文句の効果ね。うわ、スリップダメージ受けてんだけど。やめてやめてやめて。これがどこ？おー、白黒魔レベル1か、いいな。待てよ、待てよ、待てよ、待てよ。ジョブ違う、ジョブ違う。ガラフさん、ちょっとシーフ、あなた、シーフつけといて。あっぷな、あっぷな。どうしよう。黒魔法でもつけとくか。最強装備。あっぷね、あっぷね。そうだそうだ、バックアタック取られちゃう。一番メンディーからな、それが。ちょっと待ってよ。ちょっと待って。上にもなんか行くとこあったな。いや、何回来てもマジで覚えられん。まあ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 。いろいろね、宝箱とかも落ちてるから、全部見て回るのには、いいとは。エレベーターだエレベーター、そういや、こんなシステムあったな。で？はーい。なんかね、ここ、吹き抜けみたいに見えるじゃん。だからね、覚えづらい。ないね、ほんと苦手。ぱっと見、マップが、わかんない。ほんとに。そしてなんか、皆さんお気づきの通り、今日ちょっと鼻声なんですよ。鼻声でずっと喋りづらい。寝起きなんだよね。寝起きで鼻声で喋りづらくて、なんだてめえ。痛い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 、やめてよやめてよ。召喚魔法何使えるの？あ、チョコボだ。そうだ、チョコボ、シルフ、レモラがあるわ。デブチョコボ出てくれよ。198か。そんな強ないな。あ、なんか、え、バッツ、ちょっと？ちなみに、こいつらの弱点は、まあ、見た感じわかるように電気です。機械系は電気弱いですね、基本的に。そう、そう覚えとけば簡単だからね。アイテム使うか。アイテム使うか、買ってきたしな。おい、おい、おい、おい。ケアの使いやって話したんだけどね。あ、こっから来たわ。こっから来たよね。ポルターガイストも出るんだ、ここ。ケアル打ったら多分弱点でダメージ入るとは思うけど、そんなに強くないから文句でボコせば一発や。スピードドリンクを手に入れた。ほんで、え、あれ、こっちから来た。もう覚えてないよ。もう覚えてないよ。もうどうしよう。喋りながらやったらすぐ忘れるんだから。あ、こっちから来てるわ。もうダメだわ、ほんと。何も覚えちゃいねえ。ちょっとね、この辺ね、正直、面白い場面はないかな。ほんと入り組んでんな。
これね、一応エレベーターっていうあれなんだけど、エレベーターに見えないんだよね。なんかね、普通に上下しているようなイメージじゃない。パッと見なんか横移動してるように見えるから、子供の時さ、これどこがエレベーターなんだろうって思ってずっと疑問だった、ほんと。オッケー。これね、いけないんだよね。いけないんだよなぁ。あれここしか、あ、上行けるとは。ダクトか。そう、ダクト移動があるんだ。なんだよ、この火力線。この火力線、本当に火力線かっていうぐらい迷子なるんだけど。なんで船の中こんな複雑にしちゃったの、シドさん。やめてくださいよ。ほんで、よいしょ。あー、ここに出てくるんか。あー、ここは何もない。あー、一段上か、これ。一階と二階の概念があるからね。パッと見本当にわかんない。マップ見てもわかんないや。ここそんな目星宝箱なかったよなぁ。うわ、またエレベーターじゃん。もう横移動にしか見えないエレベーターじゃん。まあ、ファミコンの時代のやつだからね。ああ。あったあった。とりあえずこっちから行こうか。とりあえず多分この辺宝箱だと思うから。そう、あの下にあった4つのダクト、あの中に正解と外れがあります。外れと正解の道があるからね。結構複雑なんだよね。4箇所入り口があったと思うんだけど、あの中の1個だけ正解なんだよ。あ、ミスった、やめてよ。麻痺しちゃう、麻痺しちゃう。あ、混乱でしたわ。麻痺じゃなくて混乱ですわ。で、一箇所だけ正解。え？行き止まり？え、ここ行き止まりだったっけ？あ、そうな、そうだっけ？こんな演出あったっけ？行き止まりとかいう。全然覚えてないや。で、外れの三つに行ったら、元いた場所に戻されたりとか。するので結構めんどくさいです。だから最初から当たりの場所を引いていきます。ちゃんとそれは覚えてるか。それはちゃんと覚えてるよな。そこにも宝箱あんな。はい。いるもんなかったな。ちょっと待ってね。ちょっと見さしてね。フェニックスのコテージ、エリクサーさん、グリーンベレーあんのか。盗賊の子ってミスリンの子って円月林あるのか。あー、どうしよう。あ、でも円月林は、あれか、城でも取れたはず。カルナックの城にも円月林落ちてたはずだから、まあ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 、いっか。一応ね、宝箱を全部取ったら、宝箱のなんか取得率みたいのがあるから、そういうの気にする人は全部回って取りま、なんで全部行き止まりな？え、なんで全部行き止まりな？なんなん？つら、何それ。まあ、その値とかを気にする人はね、必ず全部取っていきましょう。私は気にしない、気にしないというか、まあ、普段は気にするんだけどね。私一人でやる分には気にして全部回収していくんだけど、実況なのでちょっとサクサク行きたいから行きますね。ちなみに当たりのダクトはここです。あとは全部外れになっております。どこか落ちたら多分、宝箱のルート行けたはずなんですけども、まあ、今回はね、戻されるのも嫌なので、そのまま正解のルート行きましょう。ここの落とし穴が正解ですと。そう。
ここに落ちたりもできるんだよね。そう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 。それでさっきみたいな一方通行があったんだ。そうだ。他の3箇所行ったら別の宝箱の場所に出れるんだ。そうだそうだ。よしよし。お、魔法剣レベル1、時空レベル2、隠し通路、いいねー。2箇所あるけど。ちょっと待ってな。こっちじゃ、なんかどっちか戻るルートだったよね、確か。あ、そうだ。ここ行ったら戻れるんだ。で、こっちの扉はどこに繋がってたっけ？今なんかベルトコンベアみたいなのが上に見えたと思うんだけど、あれに乗ると確か見覚えのある場所に戻ってくれると。あっこね、うわ、いけねえじゃんつって詰まったはず。さっき通ってきたわ。てかファリスめっちゃ削られてんだけど。こっちは、あ、セーブポイントだ。いやー、使っちゃった。くそー。ここがセーブポイントだったかー。じゃあ、とりあえずテント使おう。どこまで進んだ？ちょっと待って、セーブポイント？ちょっと待ってよ。ダメだダメだ。こっちが当たりルートだ。こっちが当たりルートだわ。じゃあこっち何？じゃあこっち何よ？え？は？あ、宝箱じゃん。円月輪。そうそう、これが欲しかったの、円月輪。円月輪あったわ。じゃあ進みましょうか。円月輪も手にいたしね。オッケーオッケー。うんで、円月輪はちなみに、なんだっけ。忍者しか装備ができません。忍者装備ですね。全部回復はできてる。ここで全部ジョブ揃えていきましょうか、とりあえず。バッツが魔法剣士、レナが時魔導士。どうしようかな。ガラフをどうしようかね。正直今回召喚士はいらないんですよ。召喚士いらないのが、まだ芝を手に入れてないので、芝を、白魔法にしとこうか。白魔導士にしとこうか。回復だね。まだレベルがゼロだから、とりあえず、白魔法にして黒魔法のレベル3をつけときましょう。で、ファイスを黒魔。うん、いいね。レベル0だから黒魔にしといて、こっちを白魔。隠し通路召喚。うん、OK。これでどうでしょうか。で、アビリティ。時空格闘。とりあえず、ボス部屋の前まではこれでいいかな。ボス部屋の前でまたちょっとアビリティとか見直そうか。